遅くなりましたが、Windows 8、Enterprise を、評価版として、90日間利用できるので、既存の環境にインストールしてみました。すでに、ISO ファイルをダウンロードして、DVD-R に焼いてあります。まずは、BIOS 設定ユーティリティにて、光学式ドライブを、1番目の起動デバイスに、2番目にハードディスクドライブを、指定します。セーブ&エグジットで再起動すると、光学式ドライブに挿入された、インストール DVD-R から起動できます。ここで、エンターキーを押します。光学式メディアから、システムを起動する合図です。これを見逃すと、2番目に指定したハードディスクドライブから起動します。そのハードディスクドライブに、Windows がインストールされていれば、それが起動します。再起動して、もう一度チャレンジしましょう。次へボタンをクリックします。今すぐインストールをクリックします。Windows Vista からマウスで操作可能になりました。同意するにチェックして、次へボタンをクリックします。今回は、すでにインストールされている Windows 8 の領域をフォーマットして、そこへインストールします。つまり、カスタムを選びます。領域の操作は、環境により異なります。これは私の環境の場合で、一例です。このハードディスクドライブには、Windows Vista、Windows 7、Windows 8のリリースプレビューが、インストールされています。リリースプレビューのインストールされた領域を、選択して、ドライブオプションの詳細を、クリックします。領域は、ボリュームラベル、つまり、名前と容量で判断しています。フォーマットを実行します。ボリュームラベルもクリアされるので、間違わないようにしましょう。フォーマットされた領域を、選択して、次へボタンをクリックします。インストールが始まります。特に何もすることはありません。ここまでは、Windows 7のインストールと、同じです。カット。1回目の再起動です。何もする必要は、ありません。今度は、ハードディスクから起動するので、エンターキーを押す必要は、ありません。ただ待っていればいいのです。先ほども言いましたが、私の環境は、今インストールしている Windows 8を、含め、3つの OS がインストールされています。よって、OS を選択する画面が、表示されますが、インストール中なので、Windows 8を選択します。OS 選択画面は、Windows 8でグラフィカルになりました。ここで、2回目の再起動です。前回と同じく、ひたすら待つだけです。ここからが、Windows 8の設定になります。おそらく、最初から OS がインストールされているパソコンを、購入しても、この画面を見ると予想します。まずは、背景の色を選択して、パソコン名を、半角英数字で入力します。これは、ネットワークからパソコンを判別するのに、使います。
この設定は、後から変更できます。今、パソコン名を入力せずに、先に進もうとしたので、その間違いを、赤文字で指摘されました。ここは、面倒なので簡単設定を、選択します。詳細は、後から変更できます。アプリを使わないのであれば、詳細設定する価値もあるでしょう。今回は、従来と同じく、ローカルアカウントを作成します。マイクロソフトアカウントに関しては、私のホームページを参照して、ください。ローカルアカウントは、ユーザー名とパスワードとヒントを、設定します。もう少しでインストール完了です。インストールが完了しました。最後まで見てくれて、ありがとうございました。